危機的状況をプラスに変える動画版日本語で USA。 アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。こんにちは。こんにちは。はい、皆さんお元気ですか？元気です。今日は実は12月7日パールハーバーデーなんですよね。すごいね。私全然頭の中にありませんでした。すいません、ごめんなさい。先ほどの回とこの回2本撮りしています。はい、さっき今ちょっとあの休憩時間にあのワクチンの話をしてたんですけど、コロナのね、アメリカではそうそう、コロナのワクチンがファイザー製薬のものがコロンバスでは今週の金曜日からかな、あの医療従事者をあの初めに、ワクチンの接種が始まるっていうあのニュースが流れてます。はい、ハワイも同じですね。私の知り合いのドクターが12日の日にあのまず第1本目、2本打つらしいですけども、1本目打つって言ってました。なのでみんなあのじゃあちょっと1週間後か2週間後に連絡するねって、それでちゃんと健康で生きてるようなものを確かめてから私も打つか打つかないかを決めるねっていう話をちょっとしましたけど初めてのことだから結構何が反応するか分からないからちょっと怖いよね。うん、それも言われてるよね。特になんか2本目は怖いらしいです、うん、で2本目打たないと威力ないんだもんね、そもそもね。と思うよ、2本セットでしょ、ねえ、うん、でもなんか今年は一般人はやっぱりあの普通のインフルエンザ あのワクチンを打った方がいいってすごいみんな言ってるよね。あのフルショットね、私も今まで実は受けろ受けろって周りは言うけども受けたことないんだよね。私もあれだな、インフルエンザっていうと小学校の時、日本であの幼稚園じゃないわ、小学校か、あの、うん、全員で受けさせられなかったっけ。受けた、あの時は受けてたけど、今個人で受けろっていう時に受けた年と受けない年があるかな。うん、でも結構アメリカ人受ける人多いよね。いや、うん、もうみんな受けてる周り、うん、なんかね、あの検診の時にみんな受けるよね、うん、なんかあのロングストラックとかあのウォールグリーンとかああいう普通のドラッグストアで、ね、そうそう、あの注射無料でしてたりするとみんな並んでますよね、うんうん、そうですね、あと私はそれを横目で見てるだけ腕に打つやつとあの鼻にねシュッシュってやるやつと2種類あるのかな。あ、そうなんだ、うん、知らなかった。鼻のは知らなかった。鼻の方でお願いするって言って鼻をやってました。あ、私もちょっと針はご勘弁していただきたいかもしれないはい、じゃあ今週は、不動産取引で日本人が勘違いしたいしがちなこと、3本目やっていきたいと思います。はい、前回に引き続いて、はい、はい、今日カバーするトピックとしては、提示価格で買わなくちゃダメなのっていうのと、それからクロージング、登記の完了日がクロージング日なのか、お金の支払い完了日がクロージングなのか、それと引き渡しっていつになるんですか。はい、で3つ目がバイヤーズビーアウェアっていうんですけれども、少し日本と取引が違って、この物件に何か不具合が出てきたときに、それは、買い手さん あの責任になるのか売り手さんの責任になるのかっていうこの話をしていきたいと思います。はい、じゃあ、まず提示価格で買わないとダメなのっていう話をしたいと思います。これはどうですか。これは、まあ、あの売り出し価格がこう出てたら、そこに対してその価格のままオファーを入れるか、低くオファーを入れるか、または上げてオファーを入れるか、これはその時の状況次第でどれでも可能ということですね、回答は。そうですね、あの市場の様子によっても違うし、もしかするとそのいいね、まあ、いいねっていうのは基本的にはセラーさん、売り手さんとそのエージェントが話し合って、でその市場に合った値段を普通は出すんですけれども、まあ、あのそこには売り手さんの感情が時々入ってたりなんかするので、はい、そのあたりはあの いくらって言われたからそのまま買えっていうんではなく、その市場のマーケットを見てどれぐらいで出したらいいかっていうのはあの、まあ、雇われた買い手さんのエージェントとよく市場調査をしてからあのお値段決められたらいいかなと思います。あとね、コロナになった時に、うん、なんかちょっと傾向として
今までもマーケット価格よりちょっと安く出してこう引きを取るっていう価格設定ってよくするんですけども、極端に安くするっていうのが割とちらほら前に比べてちょっと多かった感じがして、でみんなこの時ってマルティプルオファーが取りにくいから、もう本当にそれはないでしょっていうぐらいの安い価格にしたら、やっぱり19件とかね、もうなんかすごい数のオファーを集めて、で当然その設定した価格よりも500万円とか800万円とかボンって上がるようなやっぱり結果になってるのがちらほらありました。そういうやり方ってものすごく効果的で、結局お家って売り手さんが決めるわけでもなく、売り手の仲介者が決めるわけでもなく、最終的にはもう買う人がいくら出したいかっていうところで物件の価格が決まるんだけど、なかなか売る側としてはそういうふうにやると値段一番最高に上がるのってそういうやり方ですよって市場の原理を使ってね言うけれども、やっぱそこまで勇気が出ないというか、そこがあれかなと思って、昨日もちょうどねカリフォルニア の, 投資物件でこのハイオスコロンバスにお家を持っていて売却を考えている方とスカイプでお話ししたんですね。でその方とお話をしていても、何が決め手になるかっていうと、この物件が売りに出て市場に出て何日目ですかっていうので、そもそもこの金これが売り価格がこれで出ているけれども、そもそも市場価格はいくらなんですかっていう、その調べる隙があるっていうのは、売りに出てからもう7日間14日間30日間って経てば、いやこの値段でそのままでオファーは入ってこないんですよって話をしたんですね。反対に今日売りに出たよって言ってたら、もうこれって市場価格妥当かどうかっていうよりも、真っ先に売り手のエージェントに電話をかけて、今オファー入ってるの、でそれはどのくらいなのって話で、それをさらに上回るようなオファーを出す、つまり市場価格あんまり関係なくなってしまうってお話をしたんですけど、それも一つ市場に出て何日経ってるのかっていうのも目安になるってことを覚えておいてください。あと1点ね、日本の方はもしかしたらちょっとそこが意味あんまりよくわからないかもしれませんけど、日本はだいたい初めて来た最初のオファーを取るっていうことで、私たちみたいに集めて大勢のオファーを上げていくっていうことは普通しないらしいんですよね。だからそこも違うと思うし、アメリカの場合は、基本的にカリフォルニアはオファーが入るとそこにオファーの有効期限があって、それまでに反応して返答していかないといけないんだけれども、だいたい最初に人気の物件で安く出た場合は複数来ると思ったら、じゃあ水曜日の5時までにオファー出してねと、木曜日にレビューするからねって言って集めて、なるべく多くの物件を集めて、そこでいわゆるビットみたいな感じで、値段が競り合っていくっていう風になるので、だから値段が結局上がりやすいと思いますね。そうですね、ハイエスト&ベストって言って、オファーがいくつも入ってきたなっていう段階で仕切り直しを取ることができて、入ってきたっていうのももう一回考え直してくださいよ、何時まで時間あげますからねみたいな売買の取引ですね。はいはい、あともう一つ、それで今思い出し、ハイエスタベストで思い出しましたけど、もう一つ、ファーストオファーイズザベストオファーっていう言葉もあります。っていうのはどの物件もそうやって10も20もこうマルティブルオファーが入ってくるようなものじゃないです。で例えば2億3億の物件になってきたりすると1年寝てる物件もあったりするし、でその時にパッて入って舞い込んできたオファーってちょっと思ったよりもセラーさん思ったよりも低かったりすることがあるんですね。でも蓋を開けてみると1年後にはそれが結構一番のベストオファーだったりなんかするっていうことがよくある話なので、一番最初に入ってきたオファー大事にしてください。はい、2つ目、クロージングと引き渡しの時期について、はい、これはちょっとオハイオ州、これ東側の地域とそれからカリフォルニアやハワイって違うみたいなので、ね、まずハワイやカリフォルニアの説明お願いします。はい、この間もちらっと言ったかと思いますけど、基本的に中に入れる日、鍵を受け渡し日っていうのはそのハワイ州がきちんとその書類上の名義を変更が完了した日になります。はい、カリフォルニアも一緒で、クロージング日っていう日を設定するんですけども、その日に、登記上で、名義が
タイトルって言いますけど、名義が登録されて、レコーディングが終わりましたよって言って、私たちはだいたい鍵をセラーさんからバイヤーさんに引き渡すっていうことをします。はい、でその手続きにだいたい州のオフィスが 2,3 日かかるんですね。なのでバイヤーさんセラーさんはそれまでに全て の, あの、まあ、近々 の, あの 振り込みであったりとか失業書類にサインをの終了であったりっていうことを全部終了をまあ、3日少なくとも3日前までに全部終了して、あとは州に委ねるっていうそういう形になります。カリフォルニアは1日なんですけども、でもまあその1日って言ってもお金をだいたい全部エスクローが開いている、まあ安全な口座に集めるので、そこに集めるためには前日、少なくとも前日までに全部のお金が入るって必要があるんですよね。つまりローンを借りる人はローンのファンディングが、まあ、それは当日契約日の前日でいいんですけども、頭金なんかもできればそのもう一つ前の日には、ワイヤー電子送金で送ってもらうということで、お金は絶対に登記日の前日で、前日に登記日の前日に全部お金が集まったらエスクローの方から、タイトルカンパニー経由で、登記の予約をするということで、1日翌日に設定する、レコーディングするというのが割とスタンダードです。カリフォルニア早いね、1日早い。カウンティーは実は、ね、当日もやるんですよ。だからファンディングがギリギリだったら、ファンディングで、ローンのファンドがその日の朝に着いたらその日の午後に登記もしてくれるんですけど、 LA カウンティーとかは、まあ、普通オレンジ以外はだいたい前日ですね。つまりクロージングの日っていうのは、署名をする日なんだ。違う、署名はそのハワイだったら3日前、カリフォルニアだったら前日までに終わってないといけなくて、はい、っていうのはつまりその最後の、まあ、グラントディードっていう譲渡証明書みたいなものの署名とかのことをもし言うとしたら、それはもっと前とか、うん、なるべく前もって、まあ、ギリギリで言ったら もちろん2日ぐらい前には届いてないといけないけれども、まあ、その他諸々の、うん、いろんな登記をどういう名前でやりますかとか、タイトルの持ち方どうするかっていうのはもっと前もって送っておいて、エスクローが全部それをセットするんですよね。だからセットするちょっと準備がいるので、うん、でレコーディング日っていうのはもうとりあえず待ってるだけで、手続き上レコーディングを、タイトルカンパニー経由でカウンティーの登記所に行うっていう日ですね。だから州のオフィスが完了、書類名義変更の書類を完了しますっていうその日、うんうん、カウンティーだよね。うん、オハイオ州はクロージングの日ですって言った日に、もともとは売り手さんも買い手さんも集まって、そこで一切の書類モーゲージも含めて、署名する日です。それと同時にそこのオフィスに署名しに行く前に買い手さんは振り込みを済ませてきてくださいねみたいな、全部がクロージングに集まるような感じです。でそこで署名が済んで、電子送金が着金しましたよっていうところで、あ、おめでとうございますって言って鍵も渡してしまいます。はい。で登記の方はそこのタイトル会社が翌日なり翌々日に、実際に登記にカウンティー郡のオフィスに行って登録するので、クロージングと引き渡し、鍵の引き渡し先にあった後にその翌日翌々日に登記の方がされるっていう、ちょっと順番が違いますね。なんか日本もそういうね、オハイオのパターンに多分近いんじゃないかなと思うんですけども、すごくこうそうすると契約日ですみたいな感じになるよね、それは。そうだね、なんかまさになんか善意にのっとって進んでいくっていう工程よね。うん、例えばね、鍵をもらいました、でも名義はまだセラーさんのものです。で、物件の中に入居して使い始めました、そこで何か事件が起きたりした時はどっちの責任になるの？もう買い手さんの責任だね。あ、そうやって移れるのね。いや、こっちはね、あくまでもやっぱりセラーさんのに責任がかかってきてしまうので、早めに入りたいとかっていう方もいらっしゃるんだけど、なるべくそういうものは受け付けないようにしてますっていうのは、やっぱりそこら辺の責任の所在が難しくなっちゃうから、あくまでも署名のした日、その日付の日かなで、こう
所在が変わるいう、はい、まあ、カリフォルニアとかもやっぱりそこはあのレコーディングで名前が入った日っていうのを、まあ、軸にしてますね、うん、だからその日から火災保険とかもあの新しいバイヤーさん名義でその日にしておかないと、その日あの名義が変わった時とかそのタイミングでどか火災が起こったりしたらどっちがどうなのと、その日に火災保険入ってなかったら空いてしまうみたいな、そういう、うんうんうん、そうだよね、うんうん、じゃあ火災保険はレコーディング日からなの？うん、あのレコーディング日っていうのを、まあ、いわゆるクロージング日ってしてるから、ユーティリティの、あの光熱費のセットアップもその日でだし、火災保険とかのインシュアランスもその日からになります。その日に全部があのバイヤーさんのものになるので、少し違うね、うん、今ちょっと話が出たけど誰の責任になりますかっていうので、ちょうど最後のトピック、あのバイヤーズビーアウェアに行きます。はい、日本の場合は、買い手さんの方が、クロージングして引き渡しした後も売り手さんの方が例えば2年間の間家に不具合があったらば、責任があるみたいな風になってるんですか？ちょっと私も何年か知らないけど、貸担保保険っていうのを皆さんかけるって聞いてますけれども、まあ、つまり、うん、買ったお家に雨漏りがしましたとか何かここがあの壊れてましたっていう時に、じゃああなたがこう売った家でしょっていう、どちらかというとあの売り手さんの責任ですよねっていうことを問うために、それを、担保するための保険を今度は売り手さんがかけるっていうのが多分日本だと思うんですよね。貸しっていうのは不具合っていうことなんで、貸し担保保険、でもアメリカの場合は、まあ、基本的には売る物件はエグジスティングホームということで、もう中古なので、まあ、何かしら完璧に新品でもないし、まあ、たとえ新築であっても、あのまあそこはあの、まあ、とにかく何かしらこう完璧じゃないものを引き渡して、その代わり買い手さんの方が納得して買いましたよねと、そのためにインスペクションもしますし、で買うときにはそれを納得して価格交渉までして、しかもリペアでお金をもらって買ったと。そうするとですね、買ってからのもし不具合が例えば2ヶ月後に 雨漏りがすごくしてきましたと、でもそれに対してじゃあ、売り手の人が嘘ついてあのなんかそういうことを騙したみたいなことで訴えられるかといったら訴えられないっていうのがあのアメリカのスタンスですね。うん、特にあのセラーズディスクロージャーステートメントっていうのがあって、あの売り手さん自身が記入する、例えば過去にあった故障具合だったりとか修繕の記録だったりとかっていうのを書いてバイヤーさんに渡しますので、その中に例えばその項目がなくて、でしかも明らかにあの天井に屋根に登ったらそこを修繕した跡があったよねみたいな時には裁判に持ち込んだりっていうことはありますけれども、そうでない限りあのセラーさんも正直に言ってて、で急に何かが起きた場合っていうのはその買った方の責任になります。そのために私たちリアルターは、買うときは必ず家の検査を入れてくださいねっていう話をしますし、その家の検査で見つかった、不具合に関しては、クロージングの前に売り手さんに、直してもらうっていう権利が基本的には条項として入ります。はい、あとね、やっぱり逆に売り手の立場で言うと、あの時々そのディスクロージャーの書類に書き込むときに、こんなことまで書かなくていいですかねとかって聞かれるんですけれども、どっちか迷ったら書いた方がいいですよっていうふうにお勧めするんですね。なぜかというと、あの最終的にクローズしてからだいたい訴えるっていうのはバイヤーさんが、あ問題があるって言って怒って訴えるので、その時に、ディスクロージャーに書いてなくて問題があったことが発覚して、でその問題はバイヤーさんセーラーが知ってたってなったら、ディスクローズを違反しましたよねってことで訴えに負けてしまうんですよね。だから訴えられないようにするためには、全部ディスクローズしてましたよと、あなたにはもう言ったからねと、そこまでがセーラーの義務なんで、ディスクローズをしてたら、訴えをできるだけ自分でプロテクションできるので、ちょっとでも何かあこういうこと言っといた方がいいかなと思って迷ったら書いた方がいいというのをいつもアドバイスしてます。そうですね、本当は1枚2枚の紙なのに、その後ろにつける紙が 3,4 枚になったりすることもありますね。あの、うん、本当に冷蔵庫が壊れて取り替えましたぐらいのことも書く方もいらっしゃるし、うん、でもあの不具合が見つかって
売り手さんが全部直してくれるかというとそうじゃないです。やっぱりそこら辺も交渉だったり、その時の売買の状況だったり、その故障箇所の故障の度合いにもよりますので、まあ、それぞれの、うん、いろんなケースバイケースだと思います。そうですね。なので家の検査を入れることは大切っていうのは、はい、そこに理由があります。はい、はい。不動産取引で日本人が勘違いしがちなことどうでしたでしょうか。はい、この番組気に入っていただけましたら番組登録をしていただくと嬉しいです。それから私たちに何か質問とかこういうトピック取り上げてくださいっていうのがあったらどんどんお知らせください。最後に私たちにご連絡していただくっていうの内容は、概要のところに出てますのでお問い合わせください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。